8月4日5日の土曜日日曜日はこの仏教大学のオープンキャンパスで僕が講演会をさせてもらうことになりました。皆さんふるってご参加ください。来ましたね、プライベーティーな質問が需要はあんのこれ。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。井上です。こんにちは。こんにちは。さあ本日の質問です。圭佳さん頑張ってください。圭佳先生の大学受験時代のエピソードを教えてくださいという、苦労挫折を乗り越えたり楽しかったことなどって。来ましたね、プライベーティーな質問が需要あんのこれ待ってましたよ。振り切ろだから、興味ない人は今日受験とかお休み聞いてくださいよ、聞いてくださいよ。どうですか。まず、まあ、データ的なところで言ったら、うん、はい、通ってた高校は兵庫県の報徳学園に行ってて、めちゃめちゃ、ね、まあ当時で言ったら正直偏差値で言ったら50あるかないかみたいなところやって、当時の第一志望が東京外国語大学国立を目指してて、だから必要だった科目は、英語、国語、数 1A、倫理、うん、論述世界史、論述世界史、世界史2字で400字書かないといけないっていうのがあって、はいはいはい、まあなんかこれだけ聞いたらおおってなるかもしれないんですけど、まあ最初やばかって、高校1年生の時に赤点5枚取って成績表に減給留置って書いてて、だからこのままやったらあんた留年ですよって書いてて、まあ浅はかですけど、まあ予備校みたいなとこ行ってみようみたいなんで、まあ夏から通い出して、でまあそっから、まあこっから聞いてほしいのが、なんせ分からへんから全部、もうなんせ言うこと、先生の言うこと全部聞いてやろうっていうので常にやりまくってて、ほんまに言うこと、言われたことだけやりまくってたらいつの間にか軌道に乗ったっていう感じで、苦労、挫折、挫折とかセンター試験当日ですか。やらかしたんですよ。何があったんですか。あれはほんまに世界史でも大事件があって、世界史用意どんで始めたんですけど、解いてても解いてても全然わからなくなって、頭真っ白になって、なんかもうほんまに何もわからなくなってしまって。一通り終わったんですけど、世界史でもやってる子分かると思うんですけど、結構早く時間終わるんですけど、一周終わった時にこれほんまにやばいかもしれんって言って、でたまたまなんですけど東京外大が世界史 A もできるんですよ。だからこれ A やってみようって言って、あのセンター試験の分かる子分かると思うんですけど、左上のとこのマークを世界史 B から A に塗り替えて、もう一回ゼロから世界史 A を残り30分で解き直して、で出したんですよ、はい、で5時採点したら世界史 B もしそのまま出してたら73点とかやって、はい、A が91点っていうのがあって、であとは英語、英語こけたんですか。もう英語満点取る気満々でやってたんですけど、解いてる途中にもう、まあ、英語って全部答えの根拠があるからな、言っちゃうと心を無にしてずっと解くもんじゃないですか、どんだけ探しても回答の根拠が見つからへんかって、やっぱなんでなんでなんでってずっともうあがいてて、いつも10分15分ぐらい余るんですけど、はいはいはい、10分ぐらい大門ぐらい止まっちゃって、はいはいはい、でバーってやったら次のページやったんかってなって、もうそこで大慌てでやったんですけど、やっぱ採点したら5、6で3つぐらいミスってて、178点とかかな、そうですね、なって、もう屈辱というか本当絶対的エースが打たれたみたいな打ちひしがれる、国語もなって、でも結局でも数学とかでも点数取れたんで、集計というかあれしたら 82% とかやったんですけど、得点率が東京外で足りないんですよ、それやったら 85、6%、7% ぐらいいるやつやって、もうその時点でもう途絶えた、ほぼ勝負ありやったっていう感じで、一応神戸市外来とかも受けろって言われたんですけど、どうしても僕関西圏から出たいっていう夢があって、というのはその僕の高校が中高6年間全
全く同じメンバーなんですよ、クラスが。で、このまま関西圏に持ってしまったら大学生活もこいつらと戯れてしまうと思って。で、だからもう一番最初の志望動機が関西から出るとかやって、はい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 、高校1年生とか北大行くとか普通に横山に言ってて、で、まあ、まあ、絶対それやったら東京外大しかないっていうので突っ込みつつも、まあでもほぼ勝負決まってたんで立教に絞ったっていう感じでしたね。なるほど、はい、当日こけるん、なんか本当にあれですね、想定外っていうか。だからほんま覚えてないんです。だから自己採点して僕そのショックが隠しきれんくて一人で大阪湾電車で乗り継いで行って海ずっと眺めてどうしようって言って考えて、でそっからほんまにこれ受験生言っときたいのがセンター試験からの1ヶ月がめちゃくちゃ長いんですよ、うん、感覚的に、うんうん、こんなに1日って長いのかっていう。でしかももうほぼ勝負決まってるって頭の中になってたから電気もちょっと力入らへんかったし、とにかく立教に受かっていけたんですけども、まあ乗り越えたっていうのは本当に今ですね、うん、今この仕事やってて乗り越えたなっていうのがあって、うん、なんか東京外大行って外交官になりたかったんですよ、はい、外交官養成コースみたいなの東京外大やって、うん、めっちゃかっこよくないですか、うん、私のお父さんイスラエル大使館にいるみたいなかっこいいなってなんか憧れてて、なんせ海外行きたかったから、うん、でもなんかもうそこで英語も大嫌いになっちゃって、うんうんうん、1年間ぐらい大学1年間英語一切勉強せえへんかって、はいはいはい、で、でもバイトでやってた塾講師で、これもしかしたらこのもう一回この仕事面白そうやからやってみようって言って今に至るんで、そう考えたらなんかあの時のセンター試験のあのハプニングっていうのが今日につながってるのかなっていうまとめ方です。まあただ僕結局まとめると受験通して伝えたいのは、今あなたが習ってる先生もしくはアドバイスしてくれる先生に対してちゃんと真摯に向き合って言うことに従う、これにやったら本当に結果は出るようになってるんで、我流で行かずに常にアドバイスを求めて進めていってほしいなと思いますね。もっともっと圭佳先生のプライベートな質問お待ちしておりますんでじゃんじゃんください。それではこの動画ここまでにしておきましょうか、はい、動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄によろしくお願いします。ありがとうございまし た。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。